はよう、こんにちは。こんにちは。今日は珍しくお昼から配信してます。こんにちは、こんにちは。最近ね、このね、ピンクのピクミンのいただいたパジャマをやっと開けてやっと開けてきてます。一昨日ぐらいから着だしたかな。なんかめっちゃそう可愛いよね、ピクミン。ゲームやったことないんだけどね。でも今日はそうで、昨日からっていうか、最近空き時間でボルトを見るようにしてるんだけど、何が起こった今。今何が起こったんってぐらい、今何が起こった、幻、びっくり、とりあえずありがとうだよね。ちょっと待って。もう私昨日さ、あれ、なんか腹筋ローラーやってお腹痛いんだから、笑ったら。ミラージュさん、これ何本、12本ってこと、計ってことだよね。12本タワーありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。幻ってぐらい、ですね。ありがとうございます。本当にありがとうございます。お久しぶりです。そう、今日すごいナチュラル。ね、一気に都会になった、びっくりしたよね。あー、ウトーブ48たちのお疲れ様でしたタワーかもしれない。そうだね。あとなんだっけな、755も終了しました。755悲しい、終了しちゃうの。なんか最近ほんといろんなことが起きてよね。755終了とアウトオブ48の結果発表が、まあほぼほぼ、まあね、時間またいでね、もう26時とか言われてたけど、まあ同じ日に755終了して、その後アウトオブ48の放送があってみたいなのもあったり、あとひーちゃんも卒業発表ね、るんちゃん卒業の日だよね、それも。あれ違ったっけな。そう、るんちゃんが卒業の日じゃないか。そう、いや、るんちゃんが卒業発表の日か。あ、違うわ、30日だ、30日、その次の日ですね。そう、ひーちゃんが卒業発表したり、なんかほんといろいろなことが起こってて、あ、そう、七瀬が事務所所属してっていう。めっちゃ七瀬の宣材写真可愛かった。すごい可愛いよね。なんか動きが激しいよね。ねえ。激動すぎるよね。わかる。いや、いろいろ起こりすぎてるんだけどね。まあ個人的にはえ、声やばいよね。え、多分昨日歌いすぎたのか、
歌いすぎじゃない？わかんない昨日歌いすぎたのか。まあ一人じゃん、一人だからさ声全然出さないわけ。昨日もカラオケ行ったぐらいしか声出してないし、そう、あとなんかずっと黙々とさ黙ってそう笑ったりとかするぐらいじゃん一人カラオケで笑わないよ、楽しいんだからね。そうだったりとか、喋んないとこういう声になっちゃうよね。なんか寝起きもそうじゃん、多分喋ってない時に急に口開いたらこういう声出ちゃう気がするわ。ね、ね、私も人から好き、そうカラオケ配信すればいいって思うじゃないですか。そうでもやっぱ AKB48 の楽曲にやっぱね絞ることになっちゃうから、なんかねいろいろね歌いたいなって思っちゃってね。うん、でもやばいの、昨日本当に朝方までボルト見ちゃって、そうびっくりした、日昇った、久しぶりなんかこんなに見たの。なんか次の日お仕事があるとさ行けないからと思ってできるだけ早く寝るようにしてるんだけど、なんか久しぶりになんかそうびっくりだと思って夜更かししちゃった夜更かししちゃった。でも最後の方はあのねナンプレっていうの、ナンプレやってた。そうボルト見ながらナンプレしてた。ナンプレ、ナンプレで合ってるかな。え、そう私ナンプレね好きなんだよね。ナンプレできるのなんか楽しいよねナンプレそう主婦かって言われちゃった、マジ主婦みたいな生活してる。今日も朝起きて洗濯をしたし、なんかそれだけが主婦じゃないと思うんだけど、なんか一人暮らしでしょうがなくないって思うんだけど、そうえそうナンプレやりだすと止まらないよね。あそうクロスワードではないんだよ、あのね番号をね揃えていくの。なんかその縦横番号が重ならないようにその1から9までの番号を埋めていくんだけど、面白い。とか分かんない時イライラするけど、でもそうそうそう、あ9かけ9とかじゃないんだよ。なんか本当に変則的にというか、なんかそう綺麗に作られてるんだよねすごく。ねクロスワードも好き。そうでも今はナンプレやってる。なんか数字だとなんか文字だとさなんだろうな、なんか普段喋る言葉だからすごい考えるじゃん。なんか数字って結構規則的に並べられてるから、そのナンプレがだから無心になんか打てるんだよね。だからそれが面白くて、でもね数学好きだった、小学校の時。最終的になんか国語もすごいたくさん、やっぱでもねたくさん本読んでないとダメだね、常に常にたくさん本読んでないとね。そう、ナンプレはクロスワードの文字盤、いやそういうわけでもない。なんかもう正方形の中にたくさんマスがあって、99でマスが36マスぐらいあるのかな。ってことは36マスあって、36マスの中にん全然違うやん、81マスか。81マスぐらいあって、そこになんかすごい縦横重ならないように数字を入れていくの。
1から9までの。そう、テトリスとかもだから好きだった。そう、スマホでやってる。でもね、3回間違えたらもうアウトなの、私がやってるアプリが。だからすごい緊張感持ってやってる。私もしかしたら理系の道もあったのかもしれないね、もしかしたら。でも私照明苦手だったから無理だ。あ、ぷよぷよやってた。でもぷよぷよハマんなかったんだよね。あ、そう、ソリティアはマジでハマってた、中学校の時。中学頭なんだっけ、スマホ初めて買ってもらって、それこそ移動中とかめちゃくちゃやってたよ、ソリティア。なんかアメーバピグみたいな、あのアバターのなんかアプリがあって、そう、それやってた。いや、いいよね、ソリティアも。そう、そういう、なんかでもソリティアに似てるかもしれない、ナンプレ。ソリティアのちょっと複雑なバージョン。なんか考える方向が、ソリティアは結構一つの方向で考えればいいじゃん。なんか並べるみたいな。けど、ナンプレはその二つのことを考えなきゃいけないみたいな感じだから、そう、それで頭使う。RPG やったことないな。ね、なんかソリティア好きな人はナンプレも好きな気がする。うん。あ、でちなみにボルトね。あ、でもこのこれだ私今。でも待って、なんかね、テレビでも。テレビでもネットフリックス見れるようになったんですよ。ちょっと待って、音出そうで怖いよね。ん？これ？あ、なるほど。で、こういうこと？そう、テレビでもネットフリックス見れるようになったんですよ。確認してみよう。いや、テレビ買い替えたんじゃなくて、なんかネット環境が変わったんだけど、あ、ばばば、音出てる、音出てる、待って、下げないといけない。私は今、え、そんな見てる？嘘だ。あ、で、嘘だ。そんな見てるんかな。あ、でも見てんだ意外と。え、すごいすごいすごい。え、なんか感動しちゃった。あのね、1話から見出して、え、嘘、なんか信じらんないかも。ん？うん。うん。あ、え？今から125話あるってことか。あの、シーズン1から見出して、今シーズン4の1話にたどり着いたんですよ。で、101話見てんの、だから。1週間ぐらいで。101話見て、喋っていい？これ、喋っていいかな、喋っていいかな。そう、101話でいて、でその後125話ある、まだ。シーズン4まであるんだけど、
シーズン4が125話まであるわけ。そう、125話あるの、シーズン4だけで。だから果てしないよね。これ何？すごい。そう、まだ結構あるね。そう、でも貯めてみたいんだよね、私。そう、貯めてみたいの。ありがとうございます。かわいいやつ投げてくれて。2万円12個なのこれ。誰？ミライズさん？ミライズさん。ボルトのキャラの名前意外と覚えれてる。チョウチョウ、シカダイ、イノジン、ボルト、サラダ、ミツキ、イワベエ、電気、メタルとか。なんかめっちゃ今回のボルトはなんか技の名前とかその人の性格と名前がすごくなんかリンクしてて、そう、サラダはちょっと分かんないけど そう、サラダは分かんないんだけど、いや、まずちゃんとね、ミライズさん、タワーありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。それでもサラダって言います。サスケとサクラの、娘はサラダです。やばい、数字で換算してる人がいるやん。ありがとうございます。嬉しいです。まあ今そういう感じです。ボルト、ナルトのネクストシーズン。なんかね、ボルトのいいところはそのちゃんとナルト世代の親の気持ちとかも描いてくれるところ。そう、ナルトの時もそうなんですけど、なんかすごいね、たくさんやっぱ長い分なんかいろんな人にフューチャーしてくれて、そう、でもそれは多分「ワンピース」とかどこも一緒なんだけどさ。そうで、ナルトやっぱ好きになったのよ、私は。だからボルトでそのナルトの親目線の構図とかストーリーとかを見ることができるのがすごく嬉しいです。そう、フューチャー、そう、ボルトの主人公、なんかどん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 レベルアップしてる人間が そう、なんかナルト親子すごいなって感じです。そう、ナルト親子がすごい、なんか本当にナルトもすごかったけど、ボルトはもっとすごいみたいな。フィーチャー、みんなに突っ込まれた。フューチャー、フィーチャー。そう、ボルトは最初からできるんですよ、結構。ナルトよりなんかもっと強い感じ。ナルト、そう、でもね、ボルトとナルトマジで顔というかすごいそっくりなの、なんか考え方とか。あとはまあボルトの方が器用なぐらい、
器用なぐらい。そう、あでもナルトも多分チャクラ持ちすぎてなかったら、あキツネの面この歯隠れが使ってるキツネの面に似てる。キツネじゃないのかな、これ猫なのかな、犬。えめっちゃでもナルトとボルトは似てる、やっぱ親子なだけあってね。アンブのお面に似てる。そうめちゃくちゃそのナルトとボルトはすごい似てて、でもなんかそうだ本当は仲いいのにっていうなんかもどかしさがある最初はすごい。でもようやくあの今のそのエピソード3かな、そこら辺からようやくあのボルトとナルトがあの仲良くなり始めてみたいな。すごい感動してる。何話そうかな。アウトオブもあるね。そうアウトオブね。そう落ちちゃいました。落ちちゃったけど、でも得たものはたくさんあるし、なんかなんならプロデュース48よりもなんかちゃんと知識を得れた気がする。なんかアウトオブ48の方が結構なんか用意されたものってよりかはなんだろうな、自主的になんか自分で考えてやることが多かったから。そうプロデュース4データも確かに考えてはいたけど、けどなんかまだ流されてたのかな自分ってすごいアウトオブやりながら思うこともあって、でもプロデュース48の経験がアウトオブにも生きてたんだけど、そうでもアウトオブの方がなんかよりちゃんと自分のものとして考えれることができたかもしれないから、そう成長できたのでよかったです。そう大人になってのオーディションもいいね。そういい経験です。みんながすごいさいいコメントをくれて、そのファンの方がねファンの方がすごいいいコメントたくさんくれて、でそれで確かにとか、ああなるほどとか、そうすごい励まされたし、なんかそれがすごい自分の力になってるんでありがとうございます。何事も経験だよ。そうでもみんなね、なんかいいコメントしようと思ってしてるわけじゃないと思うんだよね。なんかみんな本当に考えてくれて、そう発してくれたコメントがすごく私的には素敵だなと思って、そうだからすごく嬉しかった。ねえオーディションが5年ぶりかな、だってコロナちょっと前ぐらいに終わってるから。そうレベルアップしていくので見ててください。そうこれからもなんか本当年齢許す限り挑戦はしたいので見ててくださいえ進撃のタオかっこいい、進撃のタオってかっこいい。歌うまくなったって嬉しい。嬉しいね、それは。
ね、嬉しい嬉しい。最近はね、そのアウトオブ終わってからはなんかメイクとかより研究し中です。メイク研究中。だからなんかそう、よかった。え、歌レベルそんなに上がってる？よかった。なんかでも、うん、でも結構教えてもらえたと思うから、実践でももっと使えたらいいな。あ、なんでファーストラブを選んだのか？髪色は変えてないね。ソメイクさん合ってない ファーストラブを選んだのは、なんか個人的になんか歌声もそうなん、自分の声もそうなんだけど、なんかファーストラブが合うのかなと思って、なんか個人的に攻めるアイドルか、なんか自分の、なんやろ、背伸びしてアイドルに行くか、なんか安心して歌えるあいみょんさんの歌にするか、なんかその中間だったんだよね、ファーストラブが。なんかバラードの方がなんなら得意だけど、なんかリズムがアップなよりもバラードの方が多分私は得意だけど、でもなんか英語とかたくさん入ってるし、やっぱ歌ってて難しいなって思う曲だから、でも練習したらなんかいけるかもしれないと思って、でファーストラブにした。でもそう、練習したらいけるかもって思ってたけど、そう、でもなんかレッスン レッスン受けるからいけるかなと思ったの。いけるよみたいな、もう行くしかないって思ってたんだけど、でも結果レッスン1回しか受けられなくて そう、しかも最終審査のこと私本当になんかね、いつだっけみたいになっちゃってて、いつだっけってなってて、でまあなんかね、見に来た方もいると思うんですけど、まあ、あの日ってなって、わ、舞台終わってすぐだってなって、やばい、舞台中はちょっと舞台に集中したいぞってなって、でその舞台終わった後、舞台終わる2日前ぐらいからかな、取り掛かり、あ、だから舞台中は音楽だけはとにかく聞くようにし、そう、舞台中はとにかく歌わず、もう考えないけどとりあえず耳に流してっていうことをし、みたいな。そう、なんか英語とか、なんかでも歌をすごい、なんだろうな、すごい先生というか、私の、まあ、友達ですね、友達とかになんかこれどうかなっていうのをもう送りつけて そう、教えてもらったりとか、そう、英語得意な人とかね、歌が得意、なんか自分がすごい歌うまいなって思う友達とかに送って、ここだよって言われて、ああなるほどなるほどみたいな、書いて、そう、だからその期間とりあえず乗り越えられて安心してるし、そう、ねえ、アイドルもね、すごい、その時期なんならアイドルの方がよく聞いてたんだよ、なんか仕事関係なく。え、そう、ネットフリで私も初恋見ました。そうで、初恋も見てたからちょっとなんか、なんだろうな、わかるかなと思って、世界観を。そう、それもあるな。そう、アイドルマジで癖になる曲。なんなら昨日もカラオケで歌った、一人で。
鈴木愛理さんがマジで上手くて、でなんかすごいなと思って、どうやったらできるかなとか、なんかアイドルが高いのよ、なんか「アイドル」みたいな、めっちゃ高いのよ。そう、ショールームで歌えないんだよね、残念ね。なんかすごい鈴木愛理さん、私ね、鈴木愛理さんすでにビジュアルで好きになって、もう歌も聴くようになって、なんかハロプロだってことを知ってって感じのスタートだったんだけど、鈴木愛理さんマジでうまかった。なんか自分のものにしてたよね、すごかった。そう、サイン B もめっちゃ可愛かった。なんだっけ、その鈴木愛理さんが出てるアニメの番組とか、そう、歌の部分をね、切り取りで出してくれてるんだけど、毎回もうそこが大好きで、本当に楽しみにしてる、いつも。もうそこでね、なんか「ああ、なるほど」みたいな、ね、すごいって感動してる。そう、元キュートってことを後から知ったの。しかもキュートのセンターね、いや、アーティストだよね、マジで。かわいいんだよね。確かにいつか歌ってみた動画出したいな 出したいな、いつか。それ鈴木愛理ちゃん、愛理さん、ハロプロって知らなかったの、ほんと。なんかインスタに流れてきた写真見て、なんか「この人かわいい」ってフォローして、でなんかいろいろ見てったらっていうか、普通に名前検索するじゃん、そっから。たら「ハロプロ」で元キュートみたいな知って、でそっからまた動画を見出してみたいな。で、あ、ボーノなんだとかも知って、そう、ボーノの初恋サイダーのことをその後知り、でそしたら他の関連でさ、今のハロプロのチームとかも出てくるわけ。そうで、どん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 いろんなハロプロのこと好きになったから。そうそう、まゆゆさんとのペアの表紙も見た、その後検索してた時に出てきて、えっ!ってなって。そうで、私本当にアイドルに接点がなかった人生だったから、その AKB に入るまで。そうなの。ああ、桃色スパークリングも可愛いよね、あれ可愛い。私あの曲が好き、ソラシドねえねえが好き。ねえねえ、最近 最近歌ってないからさ、ねえねえ最近少し元気がないような気がしたけど大丈夫だって言ったね。涙の訳を知りたくって笑顔をもう一度見たくって。元気もらえる。そうなんだ。大きな愛でもってなして、大きな愛でもってなして、可愛いよね、あれ。めっちゃ若かった、 MV びっくりした。イコノエの曲聴いた？可愛いよね。確かに個人イベントでもう自分の趣味のことを歌う、みんな聞いてくれる？でも分かんないとポカンってなんない？無敵の笑顔でラスメリア、知りたいその、なんだっけ、
笑顔ミステリアス、抜けてるとこさえ彼女のエリア、完璧で嘘つきな君は天才的なアイドル様。あーあーあ、今日何食べた？好きな本は？遊びに行くならどこに行くの？何も食べてない、それは内緒、何を聞かれてものなりくなり、そう淡々と、やけどさっさんと、寝そうで見えない秘密は蜜の味、あれもないないない、これもないないない、好きなタイプは相手はさ答えて。苦しい。誰かと好きになることなんて私わからなくてさ、嘘か本当か知り得ない、そんな言葉にまた一人落ちる、また好きにさせる、誰も壁を奪われてく、君は完璧で究極の愛だって。あ、苦しい。これ息できない。苦しいよ。錆びたんだよね。誰もが目を奪われてく、君は完璧で究極の愛だ。なんだっけ。タン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 。高い。ね、キーが高いよ。高い。大声出せばいけるかな。今度やってみよう、カラオケで。そう、マジ息継ぎいつやってんのって思うけど、なんか息継ぎはマジで、あの鈴木愛理様の歌ってるやつ見てるとなるほどって思う。なんか鈴木愛理様結構めっちゃ息吸うの。でも逆に本家の生田リラさん、そう、夜遊びさんはマジで息継ぎしてるところわかんないの。そう、でもそういうなんか息継ぎがちゃんとわかるのは鈴木愛理さんの気がした。でも私多分裏声が得意なんだよね。裏声の方が、地声というか裏声が得意。高い音出るけど、やっぱね、普段出さない音だから緊張するよね。そうそう、腹式呼吸でめっちゃね、すごいよね。ありがとう。待って待って待って、裏声普段は使わないぜただけだぜ。ね、そう、アンレイム。あ、今日アンレイム出るの？あれ？なんか、あ、今日か。わー、頑張ってアンレイム。どんな曲なんだろう。楽しみだね。可愛い声出すときは地声、あれ。普通にキー上げてるだけ。そろそろ出番じゃん。え、そう、 TGC だよ、 TGC。 TGC のオープニングでしょ。わあ、やば。あ、もうふ、え？あ、そうなんだ。ね、TGC すごすぎん？ね。
そう、私も TGC いつかラーメン歩けるように頑張っと。みんな TGC 出たいじゃない。だからね、競争率すごいよね。私はアイドル。今はアイドル。アンレームのやつ公式でフルで公開されてんだ。いや、歩いてた、歩いてたけど、なんかそれはなんかショールームとか、その AKB では出たことあるんだけど、でも個人では呼ばれたことないから、いつか個人で出たいなって感じ。目標？どんな歌なんだろう。 YouTube？ アンレイムって調べたら出てくるかな。アンレイム、あ、アンレイムメンバーって出てきた。レイム曲、あ、これか。17秒しかなくない？I am I。 え、めっちゃアイズワンみたい。でもめっちゃ可愛い。韓国みたいだね。ワーナーミュージックジャパンさんなんだ。すごい楽しみだね。フルで公開されてる？あ、これ？ね、世界に打ち出す感じなんだろうね。ちょっと音出せないや。まあ一応ね。これから楽しみ。これからか。でもなんだっけ、曲のフルは出てるね。 MV じゃなくて曲のフルはあった。そう、確かにワーナーさんだから海外進出も考えてるのかも。でもなんかいいね、バランスいいと思う。あ、 TGC 配信始まった？あー、ちょっとまだ聞けてないから、配信終わったら聞いてみる。ねえ、なるが本当に忙しくなっちゃうから心配。なんか YouTube も一緒に編集とかしてるんだけど、そう、なんかね、なんか今後もやっぱ編集とかしていくのかなとかなると、昨日も YouTube 上がったじゃないですか、あれなる編集で。そうなんだよ、なんか順番的にそうなっちゃったんだけど。ねえ、心配です。そうなんだよね。
かなか難しいね。そう、私は選ばれなかったけど、みんなが頑張ったのは見てたから。そう、でも私ね、デビュー組の気持ちはわからないんだよね、デビューできたことないから。だからなんて声かけていいのか正直わからないんだけど、でも少しでも力になれたらいいなとは思ってるので。ああ、毎日そう。あと755の話だ。755が終わっちゃったじゃないですか。そう、755終わっちゃったからさ。午後終わっちゃったから、なんか朝の「おはよう」をどこに書けばいいのか っていう。確かにもう X かな、 X で「おはよう」っていうかな。なんかストーリーがいいなって思ったんだけど、そう、なんかストーリーだと通知がいかないっていうことがあり、昨日のさ、ストーリーのさ、写真めちゃくちゃ可愛くない？めっちゃ可愛いよね。なんかメイクポーチのポケットからちょうど写真が、あれ私出してないからね、たまたま目があって、そう、写真がなんか前列、後列だけなんだけど、チラ見してて めちゃくちゃ可愛い。あ、ストーリーも設定すれば通知が来るんだ。うん、めっちゃ可愛くない？あれ。そう、ポケモンスリープのやつも可愛いでしょ。私可愛いものしか載せてない、あそこに 可愛い、可愛いみたいな、これ可愛くないみたいなしか載せてない、全然 可愛いものだけを共有するストーリーです よかった。あ、ちなみに今日もポケモンスリープやったんだけど、そう、地道にポケモンを捕まえております。まあこれからも共有できることは共有していきたいんで、見ててください。はい、じゃあね、カラオケするね。あくびしたくなっちゃった。あくびあくび。でもな、なんだろう、カラオケの人気曲ランキングがあるんだけど、意外とアイドルが3位に下がっちゃった。そのハム太郎とっとこうた
がね、めっちゃランキング高いの、いつも。なんで？なんでも失礼だけど、すごい気になる。今日何言ったっかな。何がいいかな。ね、これにするか、青臭いロックにしよっかな。どうしよっかな。なんか明るい曲歌いたい。あ、これにしよっかな。はい、じゃあそれでは聴いてください。君は気まぐれ。なんかバグってたよね。なんかバグったんです。だからもう一回いくね。え、歌えるかな。すごい固まったんだよね急に。いくよ。あ、来た。大事なことは今この時。
周りの人に迷惑をかける、君を守りたい。大事なことは今この時が楽しいかどうか、好きならしょうがない。マジいいよね、なんか楽しめる、今を楽しもうって感じの曲でした。でした。今この時が楽しいかどうか、何歌おうかな。確かにインプレッション迷ったんだよね。もう一曲ぐらい歌って終わろうかな。個人的には愛しさ丸めてを歌おうか迷ったの、正直。いけそうだから歌おうかな。はい、懐かしいこの曲。じゃあそれでは聴いてください、愛しさ丸めて。ゴミ箱に捨てるもう拾ったりはしない、愛しさ丸めてこれきりにする、しわくちゃんの思い出よ。仲のいい友達にも相談できずに、一人きりで思い悩んだ恋のルール、彼女がいることをずっと知っていたのに奪いたかった。心を丸めて壁にぶつけよう、手のひらの中へ小さくなる悲しみよ。真夜中に電話すれば声聞けるかな、思うには遠すぎる人手が届かない、私が微笑んでは誰か涙を流す、二律背反、愛しさ丸めてゴミ箱に捨てる、もう拾ったりはしない、愛しさ丸めてこれきり、心を丸め
壁にぶつけようか、そうただのやつあたりね、心を丸めて手のひらの中で小さくなる悲しみよ。かっこいいこの曲。そうすごいね、雫で、雫公演の16人バージョンの時にやってて、すごいね、ずっとやりたかった曲、でも結果できずに雫公演終わっちゃったんだけど ね普通にパフォーマンスしながらやりたくなるね。なんかもうカラオケです、ほぼなうカラオケ中、ほぼほぼ一人カラオケのような感じでやってる。そう、なんか上手くないと思うけど、そう、まあ、あの一緒にカラオケしてる気分で、はい、次最後にするね。次最後、最後何で終わるべき？なんか明るい曲がいいな。何がいいかな。ジェイジェイに怒りを返しに来た。なな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 な。なな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 な。ああ。いっぱいあるよね、本当。曲が。あ、懐かしい。洗濯物たち？あ、白いシャツだったっけ？白いシャツ着よう。前人未到、懐かしい。チームメイト蹴ったな。わ、ダウンタウンホテルも懐かしい。あ、だから君が好きなのか、いい曲だよね。おお。次のシーズンにしようかな。あ、待って、それは違うわ。次のリーズン僕たちのリーズンだっけ。リーズンやりたい。どこ？どこだ？あ、弱虫け虫、いい曲。でも A メロと B メロがわからない。あ、やかそうやかそう、自分のルールを捨てろ、やかそうやかそう。
またあなたのことを考えてた。パンダタンダララ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 。バリューだ。僕だけのバリュー。あ、バリューじゃないか。君がいいだもんね。どこだ。わ、星の向こう側もいい曲だよね。好き。え、どこだ。あ、逆にさ、 AKB のファーストラブで終わる逆にね、逆に AKB のファーストラブでじゃあ終わりたいと思います。それでは聞いてください、ファーストラブ。
終了。はい、アンレイム出てきたそう。じゃあちょっとこの切なさを残して終わりたいと思います。卒業公演みたいだね。なんかでも最近卒業公演楽しい曲で終わることが多いよね。なんかその切なさも良くない？良くないかな。私は切なく終わるのも好き。じゃあそういうことで終わりたいと思います。はい、じゃあ、あ、いいな、パンカツ。確かに私も今日一人でやればよかったな。じゃあ、あ、公園出る予定あるよ、来てね。だからじゃあ今日はこれにて終わりたいと思います。ちょっとアンレイム始まっちゃったから、アンレイムちょっと見てほしいので、せっかくなら。じゃあランキング発表いきます。ミッチーさん13位おめでとうございます。で12位がココン、順位変わってない。12位が山ちゃん、12位おめでとうございます。そして11位がココンに、しびる聞かえよ。そして10位がれっちゃん、れっちゃんありがとう、おめでとう。そして9位がザゼロシ、クビチュッカよ。そして8位がヌコッパ、パルチュッカよ。パル、猫のパル。で7位がヤナギーさん、7位おめでとうございます。ヤナギーおめでとう。はい、そして6位がケントさん、6位ケントおめでとう。そして5位が星侍さん、5位おめでとうございます。そして4位がコウキ、4位おめでとうございます。4位コウキおめでとう。そして3位がリムシ、サビチュッカーよー、あ、寒いチュッカーよー、カムサムダー。そして2位がミユガチョンチンチャ、1位イチョン、イチュカヨ、カムサムダ、イルミモエヨ。はい、じゃあ次1位ですね。ミラージュさん1位おめでとうございます。本当たくさんタワーありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。はい、じゃあ14位から読んでいくね。フィンドフォービーさん、テオネオさん、プレッシー、インパディさん、ホイホイさん、ピシアさん、ハッピーミューシー、ヒヨパンさん、トットさん、和田さん、アスランヒルちゃん、ユッタン、ヨンニ、チューシンさん、ヤマハさん、アリアドネさん、ピーヌシーさん、タックン、ヘギョンニ、コジー、M さん、YKS さん、あ、KYS さん、シマヤンさん、井上義弘さん、MK さん、タッキーさん、ローソンジさん、YK さん、オスワルドさん、千尋さん、鉄道好きコナンさん、秀次郎さん、もしも鳥だったらさん、PTY さん、トシージャケンさん、ナンナン48さん、ウィンザー、ノブさん、ネコー Y さん、ヒロさん、あい、順位変わった。最後まで読んじゃうね。ダベちゃん、ヨークマさん、セミさん、熊坂美優さん、グリフォンさん、タックさん、ファイトさん、フロストさん、ミホさん、ジンジンさん、ミッキーちゃん、AK さん、ニエ、マホリン、スコットさん、行政牛田さん、チンチラさん、なっちゃん、行政に牛田さん、ひよこさん、ねちゃん、たいさん、ガスコインさん、りさちゃん、さとりまさみちさん、かとBBさん、ゆうたろう、メタルピーチさん、かすがちゃん、かみうじさん、ゆゆ、ひてなまさん、みずき、おだ、かっくん、かねっち、ゆうとし、わいず、ななみ、しのぴ、ぬりたま、ぐるぐるさん、星の鼓動はあいさん、ゆきびかりさん、ロビーさん、どんぐりさん、クラッシングさん、みっちさん。で、読んでない方誰？誰読んでない私。順位が変わった的な？
な。13位にフィンド 4B さんが入りましたね。13位フィンド 4B さんおめでとうございます。で大丈夫か、あとはそんなに変わってないということで、はい。読まれてない方教え、あ、アンレイも終わっちゃったって、終わっちゃった、終わっちゃったじゃん。雪光かい、かな。すごいなんかみんなファンレベルがどんどん上がってるね。すごいみんなすごいファンレベルが6とかに上がってる人が多いかも。よし、自己紹介もなかったんだアンレイム。自己紹介欲しかったね、なんかね。アンレイム見たかったです、ね、カバーとかしても面白いかもねみんなレベルアップなってる。なるほど、9月になったらリセットされちゃうんだ。毎月リセットされちゃうんだ。そっか、じゃあこれにて配信終わりたいと思います。ありがとうございました。またね。またね。今月も9月もよろしくお願いします。そう、9月始まるから。あ、昨日からも始まってるけどさ、うん。そう、9月初の配信だったんで、9月今年今月も楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。発表もあります。9月ずっとアドベスト発表があります。ようやく言えるのが嬉しいです。はい、楽しみにしててください。パジャマもう一回、そう、楽しいやつだから、楽しいお知らせだから今月あるので、うん、楽しいやつだよ。あ、スクショタイムいつも忘れる。じゃあ行くね。はい、水。でも今年の後半は結構そうですね、嬉しいお知らせがあると思うのでいつ発表するか分かんないものもあるし、まあ、発表する日が大体決まってるものもあるんだけど、まあなんかね、いろいろあるっちゃあるんで、お楽しみにということで。音が小さくなった、何だ。これで終わりたいと思います。スクショタイムね、私はスクショしたので、じゃあみんなのスクショタイム。声ちっちゃくなった、やっぱり。なんでだ、イヤホン外した。でもイヤホンないとね、ちっちゃいんだよ。もっと声がそんなちっちゃい。今イヤホン今外した。おい、音が入ってない。あ、戻った、よかったあ、でも声ちっちゃいんだ。大きくなった、よかった。はい、今日もありがとうございました。じゃあまたねまたね。なんか今日結構ショールーム私バグってる。またねまたね。
いろんなことがあるけど、いろんなことがあるけど、楽しく、私たちは楽しくいたいね楽しくいたいね。今日も頑張るぞ、おうということで、じゃあありがとう、またね切るね。今からご飯食べるんだ私。さっきアイドルで何も食べてない、それは内緒って言ってたけど、なんか本当にね、今日まだ一食も食べてないんだ、だからお腹空いてきたということで、ご飯食べていきたいと思います。じゃあだね、優しく切るね、優しくね、またね。優しくだね。